順道は、日本の層。愛知県西尾市にある、暮れ住院の34世住職。西尾に、茶産業が広まるきっかけを作ったとされ、西尾茶の茶祖とされる。暮れ住院西尾茶の現状は、利国中島郡戸塚村出身。父親は、足立松左衛門であり、弟に、足立寛左衛門がいる。名古屋の遠林寺で出家し、下郡大野のほら泉寺に入寺すると、 1872年に、三河国発軍西尾の紅れ寺院の住職となった。当時の紅れ寺院は荒廃していた上に、夫妻もあったが、ントから錠材を募って、仏殿を修理すると、玄関や栗も修繕し、33観音堂、土門、土蔵、書院を新築した。愛知県特殊産業の由来下官によると、淳道は1872年に、 浄土宗総本山である京都の地方院に赴いた。際、純道は、京都の宇治と西尾の西野町の気候が似ていることに気づいた。宇治から西尾に茶師と、製茶技術を持ち帰ると、まずは、境内の北東の畑にハ種して二端部の茶園を作った。初めて茶摘みをしたのは、ハ種から8年後の1880年であるとされる。 純道が開墾した茶畑は約40アールとされる。純道は食産工業の観点から茶以外にみかんや霧の栽培も行っていた。1887年8月20日、47歳で死去した。1913年には紅れ樹院の参道入り口に純道の聖徳碑が建てられた。2006年に西 o 市で開催されたお茶サミットの際には、 紅れ樹院の境内に西尾茶の原樹が植えられた。毎年12月には純道に対して県茶と業績を報告する報告祭が開催されている。ありがとうございます。